今ですね、コロンボのバスステーション、バスターミナル来てます。だから、キャンディーとこ行くんですけどね。どうですか、どうですか。鹿島って言うんですか。鹿島、日本の、昔の日本のスタンスやつですね。鹿島ペイティという従業員、通勤輸送運営工事店なんで、通勤用のバスとしてこれ使われてたのを、日本政府 ODA でこの国一番の最大の援助国ですからね、今援助してこの国に持ってきたと思います。